6月中旬、若葉の季節を過ぎたトリスタでは珍しく長雨が続いていた。各地で実習を終えた俺たち7組メンバーは通常の授業に戻っていた。目の回るほど忙しい日々と、ついていくのでやっとの授業にようやく慣れてきた頃、かねてより告知されていたイベントが俺たち全員を待ち受けていた。さて、前から予告した通り、明日から中間試験になるわ。ま、基本は座学のテストだから私には何の力にもなれないけど、一応試験官として温かく見守るから、せいぜい頑張ってちょうだい。私たちの成績が悪かったら教頭に嫌味を言われるんじゃ。このクラスには結構成績優秀者が多いしね。せいぜい結果を楽しみにさせてもらうわ。そうそう、試験結果の発表は来週の水曜日よ。個人別の総合順位も掲示板に貼り出されるから。はあ、憂鬱だな。超絶めんどくさい。今度こそはエマ君に勝たなくては。それともう一つ、クラスごとの平均点なんかも発表されたりするのよね。クラスごとの平均点？クラス同士の対抗心に火をつけるのが狙いか。うん、それはそれでやりがいはありそうだが。さて、まだ昼過ぎだけど、今日のホームルームは以上よ。残って試験勉強でもするか、寮に帰るかは君たちに任せるわ。院長、挨拶して。はい、起立で。Thank you.
しい。雨の中お呼び止めして申し訳ありません。こちらの学院の学院長室はその建物でよろしいでしょうか。ありがとうございます。ですがそこまでお手を煩わせるわけには参りません。それでは失礼します。まだ残って勉強していくみたいだけど、私の方は寮に戻って明日に備えることにするわ。そうね。
嬢様、お帰りなさいませ。お久しぶりでございます。どうしてあなたがここに？まさかはい、会長に申し付けられまして、今日から第三学生寮の管理人を務めさせていただきます。はじめまして、シャロン・クルーガーと申します。アリサお嬢様のご実家ラインフォルト家の使用人として使いさせていただいております。皆様のお世話をさせていただきますので、よろしくご指導ご…これは見事だな。一体何種類の料理があるんだ？どれも美味しそう。インペリアルブレックファースト、そういうスタイルでしたよね。はい、伝統的な帝国風の朝食のスタイルですね。厨房に慣れていないため間に合わせになってしまって申し訳ありませんが。いや、謙遜することはない。私の実家で出されるよりはるかに彩りも豪華なくらいだ。うん、公爵家の料理人にも引けを取らないかもしれないなコーヒー紅茶ともに揃えていますので、遠慮なくおっしゃってくださいね。冗談じゃないわ。せっかく実家を離れたのに母様の思い通りになってたまるもんですか。まあまあ、会長も別にお目付け役として私を派遣されたのではないと思います。ひとえに愛するお嬢様に日々のご不便がないように。それが余計なお世話だって言ってるの。もういい、こうなったら母様に直接交渉する。ラインフォルトの本社ビル、それともどこか視察に行ってるの？はい、本日はデートで鉄道省総裁とご会食だったかと。そのまま各地を回られるそうなので、本社にお戻りになるのは5日後ですね。なあ、もう相変わらず仕事の鬼っていうか。とにかく認めない、絶対に認めないんだから、うん、とにかく私はあくまで反対だから。母様も忙しいんでしょうし、シャロンがついていた方が離れていてもお母様のことを気にかけていらっしゃるんですね。それでこそ私が心よりお仕えする大切な方々ですわ。別に気にかけてなんか。あ、お嬢様、大好物のアプリコットジャムをたくさん作ってきましたわ。せっかくですからシャロンがトーストにお塗りしましょうか。え、本当？だから子供扱いしないでってば。そのジャムはいただくけど、